はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日はこちら2020年の883Aアイアンですね。こちらのカスタム行っていきます。この車両ね、何やるかと言いますと、まあメインは3つですね。まずハンドルとステップ、あとはリアサスペンション変えちゃいます。でハンドルはですね、あのフラットのタイプ、もうこういうまっすぐなタイプで、ちょっとプルバックしてるのでドラッグバーのハンドルに変えていきます。でステップがですね、まずミッドコントロールの位置から、この位置からこのバックステップって言って、この辺の位置に変わります。であとリアサスペンションですね、こちらノーマルのやつをですね、もうちょっと長いタイプのオーリンズのに変えてお尻を上げます。で全体的にちょっとカフェスタイルな感じの車両にしていきたいと思います。今回ですね、取り付けるパーツがまずこちらになります。こんぐらいあります。でまずはね、これハンドルです。これ純正のね、ドラッグバーハンドル、フラットタイプですね。でここがちょっとプルバックしてるやつで、かなり低めな感じの、スタイルになると思います。でですね、ミラーを下向きにつけるんで、こういうミラー用のナットも買ってあります。それとあとメーター移設していきます。これトランプ製 のメーター移設キットなんですけど、タンク横に移設できちゃいます。でこういうね、インジケーターとかも一緒に移設できるようになってます。で次がですね、これウィンカーエクステンションと携帯ホルダーつけていきます。でスマホ充電する用の USB ポートとかもつけていっちゃいます。でこちらなんですけど、これ今回ね、ケラーマンも一緒に前後やっちゃいます。でこんな小さいです、やっぱり。で車検対応のタイプのやつです。で続いてこちらですね、これなんだかというと、タンクのね、横のところのつけるやつなんですけど、結局ニーグリップしたりするときをしたりするとね、タンクに足の傷入って、膝のところのね、ズボンの傷とか入っちゃうんで、このパッドをつけることでその傷とか防げるよっていうやつです。でこれがね、セキュリティのアラームとかになります。で続いてね、こっち側に来ますと、ちょっとね、今回の目玉のこれリアサスペンションと、あとバックステップですね。でまずですね、このリアサスペンションなんですけど、今回のオーリンズさんのやつですね、これ338って338mm、ちょっとね、高めになっております。ノーマルが280cm ですね。なんでだいたい 5.8cm ぐらいかな、高くなるんですよね、リアの方が。だからお尻がちょっと上がる感じで、カフェスタイルな感じになります。でそれに伴ってサイドスタンドが高くなる分倒れすぎちゃうんで、これをつけることで高さを抑えられるって感じになってます。倒れすぎるのをね。ライセンスブラケットキット、これは木島さんのやつ入れます。あとこれがクラッチ軽くするやつの MRC ライトクラッチですね。結構軽くなります、これ。でこっちがね、サドルバックガードになります。はい、こちら今ですね、全部ね、パーツ類外していってまして、もうメーターとかも全部外れちゃってます。でタンクもなくてですね、この辺全部バラバラになっております。でマフラーも取っちゃって、これからこの辺にバックステップとか組んでいく感じです。でサスペンションも外して、後ろ側こういう風に上がってます。でここにオーリンズ入るようなイメージになっております。はい、続いてね、今ねバックステップの方を取り付けしております。こんな感じになりますね。本来はね、ここからこうペグとかシフトとかが出てたんですけど、これが後ろ側に来て、2人乗りのペグの場所から出るようになってます。でこれがシフトって感じです。こんな感じで動くようになってます。で今ですね、後ろ側のこのナンバーのところのブラケットも新しく付け替えております。はい、こちら今ですね、リアサスペンションの方交換完了しました。こんな感じでなっちゃいましたね。結構お尻上がっているようなイメージです。でですね、これなんですけど、オーリンズつけたんで、ちょっとベルトの調整だったりとかをねしていきます。でそれで今サイドスタンドの方はね、リフトアップしたんで、こういうブロックつけてかさ増ししてある感じになっております。続いてですね、こちら今ハンドルの方仮組みしていってます。こちらなんですけどね、こんな感じでドラッグバーみたいな感じのスタイルになっております。でメーター、これがね、こっち側にこの辺に移設になってるんで、この辺すごいスッキリしちゃっております。こういう風な感じになってますね。はい、すべてのねパーツが取り付けできましたんで、ちょっと見ていきましょう。まずですね、この車両何やったかっていうと、まあ大きく分けて3つですね。ハンドル交換と、あとバックステップとリアサスペンションを変えてます。でまずはハンドル周りですね、こんな感じのスタイルになってます。ドラッグバーですね、これハーレ純正のドラッグバーになっております。でメーターとかこの辺全部移設しちゃってね、この辺めちゃくちゃスッキリしてます。
でこう横から見た時にですね、このリアフェンダーシート、こうこのラインですね、このラインめちゃくちゃ綺麗です。こうハンドルまでのラインがすごい綺麗になっております。で、ハンドル周りはですねこんな感じで、前から見ますとこういう風になってて、で、ウィンカーはケラーマンに変えてあるんで、すごいスッキリしてます、こういったところも。でミラーも下向きに変えてあります。でですね、タンクはですね、この2パッドって言って、この要するに2グリップできるようになっております。この辺結構ね傷入りやすいんで、こういうの貼っとくとすごいいいです。見た目もかっこいいです。これ純正のタイプです。でステップはですね、これバックステップにもう交換済みです。これ純正のタイプのバックステップです。でですね、こんな感じでメーターもこちらに移設してあります。ここですね、これ。で、インジケーター類も全部移設してあります。で上から見ますとこんな感じになってるんで、結構意外と見えるようになっております。で後ろ側に来ますとですね、今度はこちら、やっぱりオーリンズですね。でちょっとお尻を上げ気味なんで、結構リアタイヤが見えるようなデザインになっております。で後ろ側のねウィンカー類も全部ケラーマンに変えてあって、でナンバーもねフェンダーレスにしてあるんで、ここにあった純正のやぼったやつは全部外しちゃっております。で穴埋めしてあるんで、すごい綺麗になっております。